列車は再び発車停止というところでターゲットになりました。10メートルありコルバの中で一番目に深いところと言われております。また、その昔、亀岡などの花が、水戸の水のことからその土壌物と言われております。